阿部寛にやってまいりました。四天王寺大学土佐恋相談仏教です。今から演舞いたしますのは仏教2022年度作品かげろう。テーマは妖怪となっております。せわしなく過ぎゆく日々を私たちどれだけ大切に過ごせているでしょうか。この作品は当たり前の日常の素晴らしさや美しさ、そして共に過ごす仲間の大切さを表現しております。日常とは一つのきっかけで全てが変わってしまうもの。ありふれた毎日はどんなに素晴らしいものか。13代目不器用が作る本当の幸せの形をぜひご覧ください。不器用一同全身全霊で演舞いたします。どうかご声援のほどよろしくお願いします。それでは古の江戸にまつわる言い伝え。人々はいつも違う日常であることに気づかない。心躍る時は無常にも過ぎ去る。13代目不器用かげろう。天下太平の世が幕を開ける。はっはっはい、よくいらっしゃい、見てらっしゃい。どうですか、やばいですか。おここに剣で。さあ、我の前にひれ伏し、傀儡となれ。あっ、鋭い顔、深刻の王と伝え、その姿、まさしく言い伝え通りの剣。大学土佐恋相談部不器用の皆さん、ありがとうございました。